お疲れちゃんです。ラオットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日ねこのヒールスピリット大暴走というチャレンジが来てるので、これやっていこうかなと思います。で、これね、両サイドの、まあお互いね、なんかこう、なんていうんですか、両サイドからヒールスピが2体ずつ出てきて、で、なんか前よくあったやつですね。いろんなプリンスが出てきたりとか、ロケット星が出てくるみたいなやつです。で、これなんですけど、ヒールスピが初っ端から2体ずつ出たりだとか、だから2体出てから次の2体が出るまでがめちゃくちゃ早かったりだとかで、だからね、盤面に、っていうか、この、コート上っていうのかわかんないですけど、ヒルスピがめちゃくちゃね、大量発生します。まあ、なので、こういうヒルスピの回復がね、よく反映されるので、回復影響を受けやすいキャラとかが、まあ、強いんじゃないかなと、まあ、思いまして、スパーキーがね、めっちゃいいと思いましたね。で、まあ、あとは、レイジ。なんか、スパーキー、レイジー、ヒースピーとかのデッキとかすごい流行ってたんですけども、まあそういったところで、勝手にね、ヒルスピーが降ってくるので、まああとはなんか周りは、なんかこんな感じでね、固めてみました。もうザ・チンパンっていう感じの、デッキにはなっちゃうんですけど、本当にスパーキー出して、で、なんか端前でね、ユニット、ジャイト、もう一枚出して、もうなんかレイジーかけたら終わりみたいな、で、スペルトだけみたいな感じの、デッキにね、なっています。というわけで、やっていきます。なんか、ウィザードがチャレンジやってて、結構多かったんですよね。なので、すごい、いいかなと思いましたね。なんか、こう、やっぱ回復されて、ウィザードずっと残られると嫌じゃないですか。で、こういうチャレンジとかで、こう、ライトニングとかロケットって、あんま見ないんでね。さあ、基本的に本当スパーキーを出したいんですけど、スパーキーがないと困っちゃいますね。なので、まあちょっと一旦ミニペ端前とかやって、このね、捨てたいと思います。でも回復してくれるんですよ、こうやって。すごくないですか？なんなら、お互いのヒルスピが、こうヒルスピを回復させ合ってますからね。なんかよくわかんないですね、これ。本当に。一体飛んで、なんか一体飛び合って、みたいな、こう、よくわかんないことが起きてるんですけど、まあ、こんな感じでね、ヒルスピがマジで無限に湧いてきます。で、相手がまあ何も出してこないので、僕はね、スパーキー展開しちゃいます。で、これに、まあ本当はミリペ欲しいんですけど、ミリペないんですからね。端前ジャイともう一枚、まあ、で、レイジチンパン。こうやっとくと、結構ね、いい感じになるかなと思います。で、なんかね、最後の最後に相手のヒルスピとかに矢の雨とか打てると、まあそれはそれでね、めちゃくちゃね、こう相手のやっぱユニットが回復しなくなるので、あ、間に合うかな？ゴリ押しゴリ押し。いけいけいけ。で、レジ？来た！これですね。で、スパーキーがやっぱ、こういうチャレンジだと人気というか、まあ、非常にね、使い勝手がいいので、対スパーキー対策で、まあ、エレキが入ってるっていう、まあ、風にね、思ってもらえればいいかなと思います。で、ヒルスピがマジで4体とか出ると、ヒルスピだけで僕のユニットが溶かされちゃうんですよ、なんか。そう。意外と？なんかヒルスピって言ったら火力そんないけど、4体で、あとあと6体とかかな。6体ぐらい出てくるんですよ、1回でね。なので、そんぐらい出てくると、もうそんな6体が飛ぶことによって、なんかユニット処理されるまではいかないですけど、いや、めっちゃダメージ、とか HP 減ってるじゃん。みたいなこととかもね、起こって、くるので、そういうところを防ぐのに、最後の最後の矢の雨とかもね、強いかなと思います。で、これスパーキーでよかったな。どうせ受けれねえし。ミスりましたね。まあまあまあ、ここは、一回ね、まあ、我慢です。本当に相手のスパーキーを合わせたいですね、スパーキー。あ、これあれなんだ。今、ヒリースピンね、ぶつかってくれるのかちょっと思ったんですけど、ぶつかってくれませんでしたね。さあ、というわけで、基本的に本当スパーキー以外もう何でもいいですね。スパーキーを合わせることしか頭にない男でございます。んー、でもスパーキー合わせれないので、なかなかね。これ一回ちょっと防衛しますね。こう防衛できないんじゃねっていう防衛レイジです、焦って。いる？いらねえな。ああ。さすがに、レイジーバルーンとレイジーエレキの防衛火力の、こう、とか攻めのね、火力の計算は僕はあんまできないです。ごめんなさい。さあ、いきますよ。そろそろ。スパーキーからの、端前で、ジャイミニペ、まあ、レイジーからの、後ろなんかウィザードってエレキつけたりしたりすれば、もうね、勝ちだと思ってますね、正直。さあ。やべ、待って。スパーキー、オッケー。スパーキー早く回復して。スパーキーこれ絶対回復してくれますよ。僕のね、そのヒルスピたちがこう飛んで。で、え、待って、なんかいなくね？なんで？なんでいないの？なんか。いたよね？俺のユニットもう一体。いなかったっけ？
あれ本当にいなかったですか本当にいなかったですか。なんなら負けそうなんだけどね。でもこれはね、相手もなかなか防衛が苦しい。ミニペッカ2体いるっていうね。いやー、レイジ欲しいよ。レイジ欲しいよ、兄さん。相手のヒルスピが強い。さあ、ウィザードあんま活躍してねえな、なんか。お前、もうちょっと頑張れよ。もうちょっと頑張ってほしいな、ウィザード。なんならウィザードじゃなくて、いい説が出てきちゃいそうですけど。まあまあ、なんか、ヒルスピがやっぱ後からどんどんこう、追い打ちをかけてくれると言いますか、援護してくれるので、だから一度形を作っちゃうと、その後頑張って対応しようとして対応しても、ヒルスピが飛びついてきて、回復されて、みたいな。守らないと負けるから守ってんのにヒルスピに飛ばれて、なんかね、回復されちゃうみたいなことがね、結構あるんでね。なんかそこはもうなんかこっちが形作ったら、まあ勝てるっていうのの逆で、形作られたらなかなかね、防衛がむずいので、しっかりね、こう、なんていうんですかね、縦からスパーキーとかウィザードで、まあ、溶かしていくっていうのが大事になってくるのかなというか、まあ形作っちゃえば本当に止まんねえって感じですね、このチャレンジは。さあ、ウィザード焼き尽くせ、来ましたね、スパーキー。いや、マジスパーキーゲーですね。ぽい。なんかロケットデッキとかも戻してくれてたら食うんすかね。いや、さすがにないかな。さすがにロケットデッキは無理かな。やべ、これ回してエレキ後から踏みたいですね。エレキ踏んで、あ、待って、やべ、なんで、やべ、最悪、そんなことある。しかも、やべ、待って、やべ、最悪だ。あー、やべ、じゃあまたよ、やっちまったよ。危ない、一回もそういうこともありますよね、と。めったところで、いや、目が痛い、ミスった。普通に、なんかタイミング、ただミスっただけですね、今の。そんななんか恥ずかしい、やっちゃった。これは、ちょっとなんとなくなんですけど、逆サイいきますね。そしたら、もしペッカとかこっち使ってくれたら、僕、あのスパーキーエレキだけで対応できるんでね。今このタイミングでザッポシーですね。これ、あれ、呼びます。呼んで、あ、オッケー、これ踏めますね。踏んで、からの、さあ来ました、ご利用し。いけーレイジー、わっしょーい。オビザとなんかショックやでしてる。で、これですね。もうこうなったら、ヒルスピがこれ見て、やばくね。ジャイの HP でほぼ全部回復してんじゃねんかっていうぐらい。で、ここはまあ、スパーキーの防衛もしたいんですけど、攻めちゃえば、じゃあ、ペッカの防衛もしたいんですけど、攻めちゃえば相手苦しそうなので、一回ね、攻めちゃいましたと。いや、マジ、あんなん来たら無理じゃないですか。ジャイミニペミニペスパーキーのヒルスピ4体ぐらい。で、矢の雨打ってから、なんかね、空系のニット出しつつ陸も受けないといけないみたいな、もう地獄ですよね。ああなっちゃえば勝ちなので、なんか、ほんと形を作るが第一と思ってもらえればいいかな。なんか、ロケット星とかもいたんで、矢の雨系もいいかなと思ったんですけど、ヒルスピにも。今んとこね、正直そんな活躍してない。なんならなんかファイボでもいいじゃないかっていう。この、僕の矢の雨の枠ね。まあでもなんか、ヒルスピにこう、サクサクサクって打てるのもね、やば、でかいかなと思ったんですよ。で、あの、ケツジャイとかは基本的にしないです。マジで。ほんと、ケツからユニット出して、最後に8枚で、ジャイプラスもう1枚出して、みたいな感じなんですけど、今、相手のやつ見ました。ロケット打ってきたんですよ。スパーキーなかったんですよ。さすがにこれはお許し願いますかね。これもだから行くだけですね。レイジで走って、ヒルスピで回復して、さあ、相手、ペッカウィザードジャイですね。やべ、フルカウントきた。負ける。だから自分からこう攻めちゃうと、やっぱピンチになる、なりやすいですね。基本的にカウンターで、いや、これは範囲で全部も、あ、やべ、範囲で全部、やべ、俺が持ってくれる、俺が。こう一回ザップでリセットして、あー、危ね。フリーズは面白いですね。いや、めっちゃ優秀じゃん、お前。フリーズいいな、フリーズさては。で、これは当たんのか？当たんないんだな。当たってもよかったんだけど、今。で、これやべ、あれ？なんか、ジャイ出せる雰囲気あったんですけど、出せないですね。ごめんなさい。ジャイ出せる雰囲気あったんですけど、出せません。なので、ジャイ出さずに、攻めちゃいました。で、これ、やば、スパーキー、頑張るなぁ。めっちゃ頑張ってくれるなぁ、これ。一応、フリーズ怖いですね。まあ、これに、そうですね、ペッカが来る。で、ロケットあったんで、ちょっと怖いですけど、一回ね、普通に、待ちますね。ここちょっと待ってもいい気がしますね。待って、こういう、ここの、ちょっと嫌らしいね。結構、
なんかおしゃれなことしていくんですけど、こうミニペイヒースピ見て、あ、ミニペイヒースピかける4っていう、このなかなかね、何それみたいなすごいエレキ全回復した。いや、よくわかんないですよね。たまたま全回復しちゃうんですよ。で、今シャシャってジャイしたらね、いなくなっちゃうでしょ。もうどうしろってんだい本当でも形作るゲーだと思いますね。だからダメージを頑張って抑えるっていうよりかは、ダメージ受けてもいいのでしっかり形を作って、ワンパンね、ワンパン目指すのが本当このチャレンジのね、攻略のコツと言いますか、大事なことかなと思いますね。これユニットが残ってくれるんでね、そうユニットがすごい残ってくるので、しっかりね形を作って、よいしょ、さあ延命して、これレイジで、これ絶対止まれなくない、こんなロケット撃っても全部当たんのかな。はい、と言ったところですかね。なんか柳かな、柳いらねえ気もするんですけど、どうなんすかね。あ、チャレンジ落ちた。なんで皆さんもちょっと柳型でやってみてほしいんですけど、柳いらねえなと思ったら、なんかね、こうそれはもうちょっと自己流で、まあ何回だろう、安牌だったらヒルスピ入れとけば、まあ、回転速くなるし、回復してくれるし、まあ、ヒルスピでもいいし、まあ、ウッドとか、まあ、ヒルスピ、ウッド、ファイボ、ダクプリ、とかっすかね。なんかね、いろいろ変えてみてもいいんじゃないかなと、まあ、思いますが、ちょっと僕はこれをおすすめするんでね、ぜひ皆さんこれ使ってみてください。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントのもよろしくお願いします。では、またね。